はい、イメタチャンネルです。今日はね、以前に動画にした腸腰筋というね筋肉がね、非常に便秘にいいということが分かりました。お腹のね、中の筋肉なんでね、腹筋してもつかないんでね、なかなか、足を上げることによってねつく筋肉なんでね、まあいろいろトレーニングの仕方はあるんですけど、まあとりあえず簡単な、一番僕は思う中で一番簡単なトレーニング違うかなってね、足を上げるっていうだけなん でそれがね、つまずき防止のためにね会員さんに教えたんですけどね、で他にもいろんな効果があってね、ぽっこりお腹が引っ込むとかね、そういう効果もあるんで、でまた腸を正常な位置に整えるということで、便秘とかにもねいいっていうことなんで、まあ、その辺は軽くね触れたんですけど、で何がすごかったか言ったら、すごく便秘に困ってた人がその次の日の、帰ってすぐかな、次の日やったかな、すごくねなんかご飯食べてる人は止めてくださいよ、ご飯食べてる人は止めてください、今からちょっとうんちの話になるんで止めてくださいっていうことでね、なんかすごく便秘症な人がいて、でいつも何日も出なくて、で出るときはほんまにもうすごく力出てね、すごくこれはなった人しか経験ね、便秘で悩んでる人しかちょっとわからないで、もう20〜30分トイレの中でこうやって、それでもなんかコロコロうんこがねポロポロポロって出てね、この全部が出ないんですよね。でそれでね、僕がつまずき防止のために腸腰筋を鍛えようって やったんですよ、自分でね。そしたらね、多分朝と思うよ、僕もちょっと忘れてもうてね、朝になったらトイレ行きたくなって行ったらしいんですよ。そしたらね、今まで経験のなかったようなことが起きました。もう出だしたらね、もうお腹の中の溜まってるもんがもう全部出たらしいんですよ。すごいな、もうすごくお腹がすっきりしてね、うわこんな効果があるんや言ってね、それ聞いた時ね、あこれ動画にせなあかん、まあ、動画でちゃんとみんなに知らせなあかんな思ってね、今回動画にしました。で後でちょっとね、どういうトレーニングかいうの今やどういうトレーニングがいるのを撮りますんで、ではどうぞ。もう今だもういい、もういい、アシュッと、はい、では腸腰筋のね鍛え方っていうてね、はい、今だこうベンチ乗って、そうそうベンチ、はい、シュッと、はい、ちょっとね右手しか僕ね、ちょっとあれなんで、本当だったらこういう感じでね、こう持ってトレーニングしたかったんだけど、ちょっとカメラがそっちやから、手がどうせこっちやから、ゆめたを持ってします。はい、ステイ、待て。ただ、息を吐き持って、足を上げてください。この運動をすることによって、この腹筋の中のね、腸腰筋いうのが鍛えられます。で逆も吐いて下ろすときに吸う、吐いて吸うね、まあこっちはやりにくいんで、こっちの方の、
足でやりたいと思います。息を吸った状態から吐く、で慣れてきたらね、なるべくこうお腹につくぐらい高くね上げてください。ね、まあ、これはね、あの足を上げることによってあのつまずき防止のためにね、あのよくつまずく人がいるんで、その方に教えようと思って動画にしたんですけどね。で、その便秘にも効くっていうことは僕知ってたんですけどね、すごい便秘症の人がこの運動してすぐなんかね、入れてね、もう人生でこんな経験ないってね、すごく喜んでたんでね。だからこれ便秘でね悩んでる人はこれやってください。もう簡単ですからね、息吐き持ってあげる、下ろすときに吸う、吐いて吸うね、これを10回で、また逆の足も10回、まあ3セットぐらいしてもらって、これはねあの毎日してくださいね。普通筋肉言ったら、鍛えて休めてっていう感じでね、週2回同じ筋肉週2回が普通なんですけどね、この筋肉はね、まあ歩く、まあ毎日歩くね、人って歩くでしょ、ほな歩いたから言うて2、3日寝た状態でおらいないでしょ、毎日歩くです、毎日ね、まあそのぐらいの筋肉なんでね、全然毎日やっても、はい、ベンチターン、はい、シュッシュッと、はい、ステイ、毎日やってもらっても全然構わないです。毎日やることによってあの習慣になるんでね、まあこう腸腰筋がついてね、あのバランスのこうバランスの筋肉もね、腸腰筋が働くんでね、だから片足立ちとかね、そういう時のバランスにもいいです。あと何があるのか、あんまりね何も考えんでいつも調べてるからね、ないめた、まあとりあえず便秘の人にはよく効くトレーニングなんで、早速今から始めてください。では次回の動画でお会いします。次回の動画で会いましょう。バイバーイ。